で、中岡の発明。いよ、いよいよ。ほら、あんま変わんねえな。お前。かさべ。かさべ。雨も防げる。が、腹の減りは。いや、こんな。どう汚いじゃないですか。いやいやいやい柄のところかそう。棒のところのに電熱線を巻いておいて。 そう、電熱線巻いて、で、肉巻いて。ケバブみたいにするんだで、傘の開く部分の、あの、骨組みのところも電熱線で温まるようにすれば、うん、傘閉じてれば、もう、これ、よろしく、ケバブ。うちと外からってことそう、両方から。暑くて危なくないそこね外、外側のね、コーティングが特殊だからね。<laughs> 熱が漏れないように作ってるからね。<laughs> どうやって、電気使ってんのこれ、はい。どっから電気持ってきてんの取っ手のところの中に、すごいでっかい、あの、容量の、 バッテ電池入ってんだ、うん、充電式なんだそう汚くないかだよ雨の日にこれ食ってるやついたらいや外は涼しい上であったかいものをこう直食いできるから <laughs> 涼しいんだ外は <laughs> 雨で温度下がるからさあ<ー>いいと思うんだよなで喉乾けば傘外せばいつでも雨,舐 <laughs> <laughs> 雨なめれるし雨なめれるし <laughs> 雨降ってるわけだ。ななね、喉乾いたら、あも <laughs>、傘の外に出れば <laughs>、雨が舐めれるしね。<laughs> これ、喉詰まりも心配だし可愛いな。<laughs> 雨舐めれるしな。<laughs> <laughs> まあ、実際に使うとなる、まあ、ここよね。うん、ああこの図になるよね。<laughs> ワイルドに,に食うわけだ、やっぱり。うこう食うわけだ。 いい感じでかじりつい。<ー>しかも、肉がなくなったら、また新しく巻き直せば肉を。すぐあ、何回でも使える。そう。繰り返ししようか。ほー。なんだこれこれ画期的なね、ちょっとお遊びアイテムといいますか。吸い取してないじゃんだから人という海にいるんだよ、<laughs> 自分が今。満員電車だったらな。<laughs> 人という海に何いる人よの。<laughs> 何ができんのこれは。これ上にある、上を言ってや。上、一番上の層にある、綺麗な空気を、一番自分だけ取り入れれるんだよ。で、なんなら、エアコンとかの、送風口あるだろあそこにその水遁口を合わせることで、冷たい風を直で口に浴びれる。鼻と口に。あ、それ何自分だけいい空気を吸うためなんそうそうそう。高み。そうよ。 自分の周りは周りの人も吸ってる空気だから、若干汚いんだよ。<laughs> ああ、上積み用なんだ <laughs>。綺麗な上積みの部分だけを自分は吸えるというね。これ長さ調節できるから。<laughs> 上の方が綺麗なのかね、果たして。そこが逆に、下の方が綺麗な場所があったら、うん、このノズルを逆に向ければ、<laughs> 下だけ吸える、ね。あ、ゾウさん見たく。そう。下の空気を吸える。<う>おじゃあ、火事の時とかは歩きながら避難。うん、そう、下に向けてな。あ避難できるわけだ。うん。なんなら窓の外にこれだけ出しておけば、<laughs> 外の空気を吸い続けられると。<laughs> <laughs> それ、火来たらどうするんですかあちゃっちって言いながら。<laughs> <laughs> <laughs> なさそんな調子入ってきたら <laughs> 松平の恥だぞカだけから抜かれるよ <laughs> 口の部分だけ無事なんで <laughs> なんで金属製 <laughs> 一緒に燃えろや <laughs> マスクもや <laughs> んで口だけあ頼んでてよお前 <laughs> もっと世のためになるもん 次行っていいですかえっとそうそう説明から聞くわ <laughs> <laughs> スーパーロングの <laughs> これ鼻にセットすることで自由に動くホースをつけるんだよはいで今これ目の前に大好きな名前変えた <laughs> 好きだから今回はちゃんとんで自分の目の前に例えば好きな食べ物があったら<用> <laughs> このホースをもう間近にまで近づければその食べ物の匂いを完全にかげるんだよ <laughs> 顔に顔近づければいいんじゃないの <laughs> いやそれ思うべ、うん、じゃ逆に大嫌いな食べ物が出てきた時、うん、顔近づけれないじゃん、うん、でこのホースを体の後ろの方にやれば一切その嫌いな食べ物を吸わずに食べれるんだよ 口呼吸で食えば。無理だろ。鼻も吸っちゃうからどうしても。好きなものというか嫌いなものを食べるとき用なの。匂いがどうしても無理だけど、食いたいみたいな時に鼻につけて、鼻んなわけだ。後ろに回せば。後ろに回して、後ろの綺麗な空気を吸いながら嫌いなものを食べれると。えこれ入れると思う飲食店に。入れるだろ。 この状態で。うん、ネクタイと一緒だよ <laughs>。現地で作れ、ストローをもらえばいいんじゃないのか。<laughs> え、ストロー2本もらえばストローだと、現地でその人それぞれの鼻の大きさに合う合わないがあるから、<laughs> でいっぱい詰める。オーダメーメイトだから。お前の鼻には5本ぐらい詰めればいいんだ <laughs> <laughs> あの、先っぽがほら、バラバラになるから、<laughs> 動かないし。これ、それ専用のロングノーズだから。<laughs> 専用なのはお前の鼻の鼻。<laughs> オーダーメイドだからこれ、頼むと。<laughs> <laughs> その人の鼻の大きさは測ってから作るから <laughs> 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 あ。まあ、頑張って作ってください。<laughs> <laughs> オーダーメイドなんか、こネクり回して頑張ってください。鼻の。全然許可してるわけじゃないよ。簡にやってくれ。<laughs> 改良しとく。す <laughs> べ <laughs> <laughs> てのな。<laughs> ーーだからさっき言ったばっかりだべリモコンを、<laughs> うん、なんかその、小分けの企画だろ、これ。<laughs> <laughs> 何を売ってんだ。え何この、クリップのとこ売ってんの <laughs> 全部ついてるから。あの、くっつけれる用のコントローラーだから。<laughs> ただコントローラー並べてるだけじゃなくて、うん、全部が横にジョイント式でくっつくんうーん。逆小分けてきたか。何 <laughs> これこんたらくっついてんのかそう。っ<て>完全に綺麗にくっついてんのさ、全部。<laughs> 重たいな <laughs> で、ちゃんと増設と減らすこともできるから、うん、その人のオシャレ度合いで増やそうが減らそうが、50にどうぞ。<laughs> で、出力先もちゃんとコネクタ別で。まあ、まあ、コネクタとかの、ついてるから。は効いてるかもしれないけど <laughs>、はいまあ。イメージがつきにくいから、うん、次にね、どんな感じになるか。いやったーっさ、ダッこんな感じで、こう、外歩いてる時も、インテリアとしてね。 今まで外歩いてるとき、コントローラー肩に下げてあるやつ、見たことある今までなかったからこれ。ああ、新しいおしゃれ何個もつながってるのがかっこいいんよ。あ俺これだけ騎士持ってるぜっていう。オレンジ来ればこれだけ楽しめるぜっていうのを、な、周りのオタク層に向けてちょっと出してんだ。そうよ。いつでもおいで。64コントローラー5個並べれば、あこいつ5個もあんだ。オレンジ完璧ゲーミングハウス。い。つでもおいで。みたいな感じそうそうそう。 <laughs> あチラッと後ろ向いてる感じも。これはモテって書いてる黄色の君は完全に洗脳されてるな。<laughs> 名前全婚だぜ。<laughs> ダサくないかい全婚とか言われても。